ここはいいとこですよ。ご飯も美味しいし。今日は天気が良さそうなんで、なんか出てくるんじゃないですか。今日本州に帰りますのでね、悔いのないようにみっちり。なんかあそこに鳥がたかっとるな、あれ、あっち海の方。なんか鳥さんがね、たかってますね。なんか化け物おんのかもな。あれ、小魚が追われとんじゃねえの。あそこ化け物がおるかもな。一回釣りも来たいね、対馬は。今日は虫探ししますけどね、チェックアウトして虫探しに行きます。うわー、またいますよ、枯れ葉の幼虫が。これね、上からポトって落ちてきた恐怖ですよ、皆さん。あ、ほら、ここにもおる。こんなクズの葉っぱとかにつく虫じゃないんでね、枯れ葉が。なんでこれ、上の木からポトって落ちてきたんですよね。こういうの落ちてきたら本当にやばいっすからね。我々ね、ほんと命がけなんですよ。もう頭上から枯れ葉の幼虫が降ってくる恐怖と戦いながら毎日虫探してるわけですよ。もうほんとにね、生き物 YouTuber 命がけっすね。うわぁ、ツシマフトギスですね、あれは。ツシマ固有のツシマフトギス。あら、メスだな。産卵管伸びてるんで。アマガエルがいますね。ツシマアマガエルが。まあ、ただのアマガエルなんですけどね。あら、ツチイナゴですね。ツチイナゴ。メスかな、あの大きさは。あ、なんかキリギリスおる。これはヤブキリだな。ヤブキリですね。ヤブキリのメス幼虫ですね。はい。ボッテボテのトカゲを捕まえました。これはね、カナヘビの仲間ですね。これは、日本ではツシマにしかいないアムールカナヘビという種類ですね。アムールカナヘビ。これね、大陸系のカナヘビで、朝鮮半島とか中国とかね、満州とかにいるんですけれども、対馬にもね、日本ではね、対馬にのみ分布してます。で、これは、あ、この子はメスですね。尻尾の付け根がね、尻尾の付け根の形でね、オスメス簡単にわかりますからね。で、見てください、これ。お腹がパンパン、ボッテボテですよ、これ。これ卵持っとるな、おそらく、この子は。今は多分ね、繁殖期なんで、カナヘビってね、今の時期が繁殖期なんで、春から夏の前半にかけてが繁殖期ですので、これね、これはおそらく今卵持ってるんでしょう。ボッテボテですね。ママカナヘビですね。この子卵持ってるんすよ。すごいですね、これ。ボッテボテですね、このお腹。ちょっとつっついてみようか。このピンセットではなくて、私の手でね、私の指でつっついてみましょうか。ちょっとこれすごいじゃん、このパンパンなお腹。うわー、 この膨れ具合は高橋さん以上やぞ。あと、うちでね、アムールカナヘビ飼ってますけども、あいつらもね、まあ、食いすぎてボテボテに声太ってるんですけども、ここまでじゃないな。まあ、この子はね、デブってるんじゃなくて、卵持ってこんなパンパンに膨らんでるんですけどね、多分、まあ、卵持ってるんでしょう。うちの怠惰な豚どもと比べたらちょっと失礼な気もしますけどね。うちのカナヘビたちよりもパンパンです。ちょっとこれつっついてみようか、このパンパンのお腹。ツン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 、おおお、あ、なんかちょっと硬い、この辺とか硬い。やっぱこれ卵持っとんじゃない。ツン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 、ちょっと待って、あ、だだ、ごめんごめんごめん、こっち側こっち側こっち側、ほらパンパンやで、これ。ツン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 、ツン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 。あ、こっちは柔らかいね。何なんだろうな、この違いは。まあでも、これはおそらく卵持ってますね。あ、怒ってる怒ってる怒ってる。怒ってます。うわ、すごいな、怒った顔。ベロキラプトルみたい。ベロキラプトルみたいですよ。ほら、噛まれてみようか。あ、痛い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 。すごいすごいすごい。ちょっともう一回、ベロキラプトルに噛まれてみましょう。ベロキラプトルに噛む。おい、ベロキラプトル、噛め。噛め、噛め。かまへんのか、かまへんのか、おい、うり、うい、かまないっすね。抵抗を諦めたかな。あー、でもなんかうちの子と全然模様違いますね。なんか個体によってね、全然模様違います、カナヘビは。ほら、この子は結構黄色みが強いですね。あと、なんかお肌に黒いシミみたいなのがありますね。これは何なの、ほくろ、それともなんか怪我の跡かな。怪我の跡でしょうか。ほら、ね、なんか獣とかに襲われたんかね、対馬山猫とかに襲われたのかもしれないですね。ほら、これじっくり見てください。じっくり見てごらん、ぼやたち。これがアムールカナヘビですよ。日本では対馬へだけ生息しているアムールカナヘビ。これでっかいよ、この個体。ほら、本体こんな感じよ。ボテボテです。でっか、ちょっと握りつぶすか。
くーくーぎーはい、殺しましたというのは嘘で、擬死状態になりました。雨開きましたね。はい、ドクドク鼓動打ってるんでね、まあ生きてるのはそれ見りゃ分かりますけれども、ね、カナヘビってね、こう握って周り暗くされるとなんか仮死状態になるんですね。仮死状態というか死んだふりをするんですね。死んだふりするんです。ほら死んだふりをしてます。こてっと、よし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 、4K でじっくり見てみましょうか。アムールカナヘビ、ほらこの顔、ベロキラプトルみたいな顔しとる。そしてこの腹パンパンですよこれ。うわー、これすごいね。なんかなんかすげえな、すげえ体型やな。なんかツチノコみたいですね。よし噛まれてみようか。カメ、痛い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 、いいいいいいいもう一回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 、痛い痛い痛い、やばいやばい、ベロキラプトルに噛まれた。ベロキラプトルに、ほらベロキラプトルみたいじゃないですか。あーでもあれだな、ベロキラプトルって羽毛があったのかな。なんかね、恐竜って羽毛あったやつとかいるみたいですね。ベロキラプトルとかね、あの肉食恐竜の仲間ってあれ鳥に近いんでね、なんか羽毛が生えてたって言われてますけどでもね、なんかね、恐竜みたいですよね。ちょっとこう見ると恐竜みたいですね。じっくり見てごらん坊やたち。これがね、対馬の、日本に、日本では対馬にしかいないアムールカナヘビですよ。アムールカナヘビ、パンパンの超大型個体です。これ立派な個体ですよ本当に。おー、そしてこの体型、お腹がボテボテに膨らんでますね。卵持って、やっちやっち、かわいいでちゅね。俺この模様好き。なんかこの黄色っぽくてさ、ポンポンポンみたいな、側面にね黒い模様がさーっとね点々になってついてて、で尻尾はね、なんかこうちょっとしましま、この模様をちゃんさん好きですね。この模様いいね。この顔つきも、この子の顔ね結構いいですよ。シュッとしてて、シュッとしてて、なかなかいい顔をしてますね。いい面構えですな。よし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 、よし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 、かわいいでちゅね、かわいいでちゅね。ほら見てください、パンパンですよ、パンパン。すげえなーこれ。なんかコロコロしてかわいいな、コロコロしてかわいいからお持ち帰りしたいけども、でもこれね、どう考えてもこれ卵持ってるんで、この子は逃がしてあげます。やっぱりね、あの子孫繁栄してもらわないといけないんでね、この子は逃がします。じゃあそろそろ逃がしてあげましょうか。この子は、ね、卵産まなきゃいけないんで、もしかしたら産卵場所を探してたのかもしれない。この辺にいたんで、ここにいたんですよね。ここのね、この辺にいて、でガサガサガサってね、ここまで逃げ込んだんですけれども、それをなんかいろいろごちゃごちゃ枝があるじゃないですか、枝ごとね手でパンって押さえて捕まえたんですよね。ですか、元いったこの辺に逃がしておいてあげましょう。さあ行け、元気な卵を産むんだぞ、元気な卵を産むんだぞ。おお、逃げていきますね。枯葉の中へ潜っていきました。バイバイ。見てください、対馬の絶景、対馬の絶景と対馬のオオスズメバチですね。いや素晴らしいですね皆さん、これが対馬ですよ。いけいけ、あーよしよし、飛んでいきました。バイバイ。毎朝君の旅は始まる、世界の中へ遠くへ、何も見えない場所まで行く、新しい種を探して、冬空に君が目指す小杖に育つように、君に残せる言葉もなくて、だけど寂しくはなかったよ、憧れの翼を砕いて、まだ夢はいざなう小さな光を灯しに行く。